アッショナブルに歌うというそういった傾向の曲だと思います浮石を渡るように30年間で最も歌われた栄えある総合1位に輝いたのは残酷な天使のテーゼです本日はスペシャルゲストとして残酷な天使のテーゼを歌っておられます高橋洋子さんにお越しいただきました高橋洋子さんですどうぞ ジョイサウンド30周年ランキング総合1位残酷な天使のテーゼ高橋陽子殿おめでとうございます高橋さん今のお気持ちお聞かせくださいはい、えー、1995年、えー、この楽曲を歌わせていただいてから27年という歳月が経ちました まずたくさん皆さんに愛していただけたというのは「エヴァンゲリオン」という作品そしてこの楽曲が素晴らしかったということに尽きると思いますそれからカラオケで最も盛り上がる歌わなきゃ誰かが歌わなきゃっていうふうに思っていただける曲だというふうにいろんな方からお声掛けをいただきました。 私は歌を担当しているものなのでなかなか実際にカラオケを歌っている方のお話というのを伺う機会があまりないんですが今回このような賞をいただくにあたって改めていろいろなお話を伺いましてああ27年間こんなふうにたくさん愛された曲を歌わせていただけているということは天からのギフトだなと思っております改めて感謝申し上げます皆様ありがとうございます。 高橋洋子さん、改めましておめでとうございます。ありがとうございます。カラオケを楽しむ皆さんに歌う時のコツを教えていただけますでしょうか。はい、あの意外と音程が上に上がったり下に下がったり、それからサビのメロディーのところは高い音でパッショナブルに歌うというそういった傾向の曲だと思いますので、えー、冒頭のサビ始まりのところはゆっくりとザッ。 といいいいうう感じじで発音しててその後勢いに乗せて歌うといいんじゃないかなと思いますえインテンポになってからはあの浮石を渡るように歌いきってしまうというふうに、えー、パワフルな声で、えー、大きな声で皆さんと盛り上がりながら歌うとその場も盛り上がり、えー、歌もよりうまく聞こえるのではないかなと思います。